4月24日、東京後楽園ホール、アイスリボンフェスタ2017。この日、詰めかけた多くのファンたちの前には、これからデビュー戦を迎えるチームデート4姉妹の姿が。一月前、観客として見ていた憧れのプロレスの舞台。ついに、彼女たちのプロレスラーとしての戦いが始まる。チームデート、ロードトゥアイスリボン。Thank you.
ですけど、なんでレフェリーに止められたのかも悔しくて、まだまだ自分の力もっと見せれました、もっと試合できましたし、もっと自分があれでレフェリーストップしなかったら勝ってましたから、もう悔しい気持ちでいっぱいです。あんだけ自分が威張っといて、プロレス本気度見えないから絶対引きずり下ろすって言っといて負けたことがすっごい悔しいです。さやうのにもすっごい申し訳ないです。ここで、勝ちを取ってしまったので、もうここから全勝でいかないと、私の武術家としても、恥になってしまいますし、もうずっと全勝で先輩であろうと負けない、そう決意します。デビュー戦勝ちました。めっちゃ嬉しいです、はい、デビュー戦の一番第一試合ということで、あの第一試合すごい重要だって言われてたので、もうそこ頑張って盛り上げなきゃなっていう気持ちでいっぱいいっぱいでした。そうですね、打撃はもうカルリカは蹴り、運のコンビネーションとかすごい蹴りがたくさんあるので、もうそこを見せつけたかったです。まあ、試合には自分勝って勝ったんですけど、まあ、ナオとの対決はしっかりと決着が決められなかったので、まあ、同門対決っていう風に周りも見ていただいたのに、ちょっとそこが決めきれなかったのが悔しい、悔いの残るところです。試合は負けてしまったんですけど、うちのチームが負けてしまったんですけど、でもすごく、やってみてすごい楽しかったですし、あとはまだまだちょっと自分の出せる力を、出し切れてないので、それがすごい終わった時に悔しいなと感じました。はい、まあちょっとまだ全然バチバチ当たれてないので、またさらにやっていくうちに、こうちょっとノリのことを倒したいと思います。はい、本当デビュー戦を終えて、本当なんか試合全体もあるんですけども、本当興行すべてでなんか疲れ切った感じだったけど、まあ怪我もなくて、本当に最後花が決めてくれて、本当勝ってくれたので良かったと思いました。本当トヨタ師匠が本当出てきた時に、もうお客さんがうわーみたいになって、でそれをまあ見て感じて、やっぱトヨタ師匠はすごいなと思って、自分もそれぐらい、もう出た瞬間にわーってなるぐらい その選手になりたいと思いました。会見でも言ってたように、ぶつぶすって言ってて、それで私も逆にぶつぶされないように頑張ったし、なんか本当逆に本当潰して潰して潰してっていうのが、まあ、今回の試合でまあちょっと足りなかったかもしれないですけど、今度は本当にぶつぶしていきたいと思いました。応援ありがとうございました。無事、まずデビュー戦が怪我もなく終えたことが何より良かったです。そして、一本勝ちができたのがもっと嬉しいことです。次に向けてまた負けないように頑張ります。もうまた、今までになかった新しいプロレス界を私が作れるように、マハラジャカルリカヨーガの動きをどんどん活かして新しいプロレスを作っていきます。